はい、じゃあごくりさんに質問していきたいと思います。はい、初めてプレイしたパソコンの FPS は何ですか？初めてプレイしたのは13歳の時にペーパーマンっていう FPS タイトルをやってました。そうですね。あ、そうですか。なんでプロゲーマーになったんですか？そうですね、そのプロゲーマーっていうのをそのスポンサーのついてるチームっていう風に定義するんだったら、もともとはアバっていうゲームをやってたんですけど、そのゲームでもともと上手かった友達がいて、その友達が先にもうスポンサーのついてるチームに所属してて、その後に自分が誘われて、まあ、入った形になりますね。じゃあ尊敬している人は誰ですか？まあ、ゲームのことで言うんだったら、さっき言ったチームに入った時に出会ったプレイヤーで、まあ、ヤースっていう人がいるんですけど、まあ、その人にその自分の FPS としてのゲームの進め方みたいなのを教えてもらった、まあ、いわば師匠みたいな感じの人なんで、まあ、その人は今でも尊敬してますね。なるほど。じゃあチームメイトに尊敬している人いますか？チームメイトに尊敬してる人そうですね、まあ、マチャオのストイックなところは尊敬してますし、まあ、セスの感じを出しすぎないところも尊敬してますし、まあ、メロスさんの雰囲気を崩さないっていうスタイルも尊敬してますし、みんなそれぞれ尊敬してるところはありますね。パブジーの好きなところはありますか？パブジーの好きなところ、まあ16チーム64人でやってる大会なんで、まあ、何が起こるかわからない、ドラマが生まれやすいっていうのはありますよね。それチームのチームメイトの好きなところ一つずつそれ変える？マジ？いや、でも俺さっき一応尊敬するところは言ったから、まあそれにちょっとかぶっちゃうかもしれないけど、まあマチャオはとにかくもうストイックで、自分とマチャオが大体同じぐらいの時間に起きるんですけど、まあ、いつもマチャオが一番最初にその自習練っていうか、そのトレーニングモードとかっていうのをやってるんで、ストイックだなっていうふうには思います。まあ、セスはプレイ面で基本的に何やらせてもそつなくこなせる、単純にすごいなと思うし、自分もそうあれればいいなっていうふうに、まあ、そこが好きであって尊敬してるところですかね。まあ、メロホさん、うちのチーム全体として単純に一番いいところって、そのメリハリがついてて、そのちゃんとやるときはやる、リラックスするときはリラックスっていう、そのメリハリついてるところがいいところだと思うんですけど、まあ、そこの主導となってるのがメロホさんかなっていうふうに思いますよ。じゃあチーム活動をしていく中でちょっと苦手だなとか嫌なことってありますか？なんか言うたびブサイクって言われるとこですかね。はい、人生で一番楽しかったことは何ですか？学生時代から通してずっとゲームやり続けてたんで、ゲームをやり続けた結果、今自分がゲームをプレイして稼がせてもらってる立場になってるんで、今が一番、まあ、楽しかったことというよりか人生の中で今一番楽しい、充実してるのかなっていうふうには思いますね。なるほど。じゃあ他のPUBGプレイヤーに聞きたいこととかありますか？他のプレイヤーのグラフィック設定を聞いてみたいです。海外のプロのプレイヤーの配信を見てた時に、まあ、その人がすごい変わったグラフィック設定してて、もしかしたら他の海外プレイヤーももっと特殊なグラフィック設定してる人がいるのかなっていうふうに思ったんで、まあ、そこがちょっと興味ありますね。なるほど。じゃあ結構ごくりさんはなんか理不尽なことを言ってくると思うんですけど、そういう自覚ってあるんですか？やってる時はないですよね。メロスさんが言ってたそのヘッドセットの事件って言ってるのか分かんないですけど、まあ、ヘッドセットのやつも別にこれ2回目か3回目なんですよね。その前の別の時もやってて、その時マジ一切何も言われなかったんですけど、まあ、今回になって言われて、あ、ここにヘッドセット置いてあるよっていう感じで、ここ今メロスさんの席なんですけど、この隣で自分がその喋ってて、自分のマウスパッドの上にヘッドセットを置いてあって、それでメロスさんにごくりミュートだよって言われて、え、あるよあるよって、こうやって指こうやって刺して、あ、分かってる分かってるってやっただけなんですけど、え、それ理不尽かな？いや、まあちょっとなんだろう、やってることが怖いですね。なかなか行動と言葉が合ってないみたいな感じ。まあ、この時は、まあ、俺はちゃんと分かっててやった。まあ、確かにその善意で毎回メロスさんが聞いてくれるのも、まあ、確かにありがたいなとは思う。まあ、結局だってミュートしてて気づかないことの方が多いから、こっち来てからは。確かにね。まあまあまあ、はい、そんな感じです。
今異性で好きな人っていますか？いないかな。嘘くさいっすね。いないっすかね。じゃあ分からん。お前使いにくなるって。25年間生きてきた中で一番の黒歴史ってありますか？一番の黒歴史？ペーパーマン、これ使えなかったらカットで。ペーパーマンの時に顔写真晒されたことがある。黒ですかね。自慢話はありますか？自慢話、基本的に自分が今までプレイしてきたオンラインゲームは全部日本代表とか優勝とか記録は残してます。すごいっすね。ありがとうございます。じゃあこれで聞いたんだ。じゃあこれで質問終わります。はい、ありがとうございました。